二王門の二王像、神恵み院は、香川県関音寺市にある新言宗大覚寺派の寺院。四国八十八箇所霊場の第六十八番札所。本尊は、阿弥陀如来。ご本尊神言御本尊新言、御阿弥陀立て伊勢からうんごえ笛の音も松吹く風も琴弾くも歌うも舞うも、法の声声法召集の非症上人が、ことさんで修行をしていたところ、 ことを引く老人が乗る船を会場に見た。この老人は、八万大明神であることを知った商人は、そのことと船を山上に祭りこと団やわたぐと名付けた。行期が、養老六年に訪れた後、大道二年に空海が訪れ、こと団やわたぐの本事物である、阿弥陀如来を描き安置した。その後、こと団やわたぐは、四国八十八箇所が成立したとき、札所とされ、農協は、 別等の観音寺で行われた。なお、観音寺も札所として選ばれたので、琴団段やわたぐるの農協は、神恵み院の院号で、琴団段やわたぐる別等神恵み院、観音寺自身の農協は、次号で、聖観音、う道う書物等観音寺と農協をすることとなった。しかし、明治政府による、神仏分離令により、琴団段やわたぐるに安置されていた、本寺阿弥陀如来図は、 観音寺境内の西近道に移されたため、西近道は神恵院本堂となった。2002年、境内の別の場所に神恵院本堂が鉄筋コンクリートで新築され、元の本堂は薬師堂に戻され、その横にあった神恵院大師堂は台風で失われたので、縦横堂の右半分が大師堂になった。天外の天女に大門をくぐり、 山道を進むと、石段があり、登り切ると右に手狼があるが、左に折れまた右を見ると、道の向こうにコンクリート打ちっぱなしの建造物があり、その中の石段を登ると本堂がある。大師道は戻って降りた右手にある。庭園は観音寺の方であるが、神恵院の本堂に上がった左側から眺めることができるのでここで紹介する。生木地蔵村。ありがとうございます。